中お呼びでござるか。みな YouTuber の高まると白影にございまする。去年も非常に好評だった、うん、忍び幼稚みな口岡山城の戦いほうございますけれども、なんと2023年今年も開催することが決定いたしました。パフ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 いや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 、皆さんねだいぶ待ち望んでいらっしゃったかなと思いますけれども、うん、前回の、反省も踏まえてですね、いろいろルールも変更しております。はい、この、忍中部の忍者2人が、この忍び幼稚の、ルールをですね説明していきますので、この動画をしっかり、ご覧いただければ幸いです。はい、はい、ではまずですね、イベントですけれども、うん、10月の21日ちょうどいい時期、15時から、9時までという形で、やらせていただきます。はい、はい、まあ今年もですね、背景としては皆口岡山城における、うん、夏塚正家軍対、山岡景友率いる甲賀忍者軍、うん、まあ彼らの、戦いということになるんですけれども、うん、ずっと1600年から離れられへんねんな。そうですね、そうですね。しかもあの去年は忍者が勝利をして、終わりましたので、はい、今年はですね武将軍たちのリベンジ、ここから始めていくというようなね形になってまいります。夜の指摘でですね、まあ、この二手に分かれて戦の体験をしていただく形になるんですけれども、うん、今年はですね、あのまあ50対50っていうのはね一般参加者募集されるんですけども、はい、なんとあの異国の者も参戦するということが決まっております。忍者対侍対海外勢、はい、海外勢はですねそれぞれの軍に一応10人ずつぐらい配備される予定になっておりまして、お今年はなので60対60の戦になるんですね。はい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 、10増えんねん相手が10増えます。しかもちょっとあれよ、ガタイの人たちがよ、はい、ということでね、あの非常にワールドワイドになってまいりましたこの忍び幼稚。まず、忍者軍は、前回総大将みたいなのはいなかったですよね。今回はですね総大将を設けます。はいはいはい、全体の総括指揮官。そうですね、はいはいはい、はい、この放課組の統領を実際に担っていた山岡さん、彼を総大将として任命いたします。うん、この山岡どまみを倒せばポイントとかもねかなり、増えますので、はい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 、ぜひとも頑張っていただきたいなと思うんですけども、それがなかったからな前回は。そうなんです、だから不利やってんな。そうなんです、目標がなかなか明確に見えてこうへん状態だったから、はい、それはあれやわ、フェアや。そう、僕はちょっと公平にさせていただいております。うん、なので両軍ともですね大将が1名ずつ、はい、そして隊長に当たるのが4名ずつ、はい、そして一般が52名、うん、そして患者が3名、総勢の60人対60人で戦うってことになるんですね。はいはいはい、で今回ですね、参加費、参加の方法なんですけれども、うん、これもちょっとまた変えていきたいと思っております。はい、一般の武将としてもしくは一般の忍者として参加するには、うん、5000円ですね、これは前回と変わらずに木札が3枚もらえます。はいはいはい、でこの木札なんですけれども、うん、デフォルトで3枚です、はい、なんですけれども追加オプションで1枚あたり1000円で販売いたします。無限の命を手に入れることになるぞ、それは。そうです、もし仮にプラス1枚払っていただければ10枚の木札を差し上げます。おで、今回大将はですね、うん、この中で一番木札が多い人、それを大将にしたいと思っています。100万円出したら間違いないんちゃう、今度は。そうです、100万円出したら間違いないですよ。木札を配っても苦しゅうないからね全然味方に配ってもねいいですけれども、そんな形でですねやっぱりですね戦にはね、あのこう金銭なんていうのは非常に重要ですので、まあ、いかにねこれを積む中によって、まあ、戦の有利不利も変わってくるっていうことなんですね。そうやな、いっぱいぶら下げてやる人はお金持ちそうですね、そうですね、いっぱい狙っていただければと思いますが、でそのうちだから1位の人が、一番多い人が大将、そして2番目から5番目に多い人たちが隊長になります。はいはいはい、開催の1週間前に、その役割を決めてですね、うん、はい、実際にこの戦に臨んでいただくということになるんですね。はい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 、まあ、だから自分はねただただ楽しめればいいやって方は全然一般でね、あのデフォルトのままでいいと思うんですけど、うん、ね、もし大将となってそのみんなを仕切りたいとか、うん、目立ちたいとか、あとは隊長になって軍のね作戦を考えたいとか、そういう方たちはぜひともね木札をたくさん買っていただければと思います。自分の作戦を通そうと思ったらな、はい、その人よりも保持せなかった。そうですね、うん、あれは患者も予算払った人。はい、患者はですね、去年と同じく7500円払えば、患者になれるということですね。
木札のポイントなんですけれども、うん、大将は1枚あたりが50ポイントに変わります。隊長は1枚あたりが30ポイント、うん、そして、一般の方は1枚あたりが10ポイントとなりますので、うん、大将はですねもうめちゃめちゃ狙われると思いますね。まあまあ師匠ないけどな。そうですね、いっぱいありますけど、どんどん上げたい。自分が不本意で、まあ、隊長とかになったりとかならなかったりとかね、そういうちょっと不確定要素もありますので、開会式以外は、いつもその隊長と大将には甲冑を着てもらってましたけども、あれ足かせやろ、うん、あれが結構重いというねことだったんで、そこはもう任意にしようと思います、はい、1週間前に大将がそこで決まると、うん、でそういうね新システムを導入させていただきます。いやな、これもういやらしいな。でも、はい、いくら入れたら大将になれるかわからんから、どん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 釣り上がっていくやないか。それは、はい、まさかの大将オークション形式で決めると、まあ、そういうね形ちょっとね、やってみたいというふうに思っております。一日の流れに沿っていろいろルールを説明していこうと思いますが、1時半から、3時までの間に水口小学校のグラウンドに、集合していただいて、うん、でそこでね着替えなんかを行っていただきます。よく、この3時頃に行くわそうですか。なんでですか。もうちょっと準備してくださいね。はい。ありがとうございます。で、着替えた後にですね、開会式が、行われます。で、その前にですね、ちゃんとその前回はですね、ライトの位置とかがこういろいろずれたりして、まあ人によってね、その戦いづらいっていう人もいらっしゃったので、はい、一応ですね、装備のチェックタイムなんかも今回は行わせていただく予定です。はい。はい。で、まあ、開会式でですね、お互いの大将がその選手宣誓なんかをねしていきながら、こう開会式というのをやっていく予定になっております。で、開会式がですね終わりましたら、うん、3時半から、三田口岡山城の山に登っていきます。で、登りながらですねフィールドを視察して、ね、物見の時間というふうになるんですね、はい、大将は腰に乗っていけんだろ。そんなことはないです。担ぎ手がいませんから。そうではないです。最初でも歩きか。歩いてください。最初も歩いていただきますけれども、ね、この時間に、ぜひね、チームメイトの、皆さんと仲良くなったり。そう、ここでね、その物見も大事だけど、仲間を作っていくというのがすごく大事だと思う。うん、そうですね。うん、はい、その中には患者も含まれてるかもしれないけど、その辺もねちょっと探りながら。あ、そうか、この段階から患者も一緒に行動してるのか。はい、一緒にいるんですよね。やばいな、心理戦やないか、こんなもん。心理戦です、うん、ね、あとはその実際にどういう風な地形になってるかっていうのをしっかり下見して、戦いに備えていただくことになります。はい、物見が終わってからですね、模擬戦というものですね。前回、夜打ちなのに、非常にメディアのライトが眩しくて、はいはいはい、はい、なかなか戦うのが辛かったという声がございました。まあもう、私ら慣れてるけどな、普段からこうライトたかれるのは。そうですね、慣れてへん人もいんやろ。こうゴーグルが曇って、それがライトに出さって何も見えなかったって方もね、はい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 、いらっしゃったので、そのメディアさんにはですね、基本的にもう暗視カメラオンリーにして、なるべくライトがつかないように、戦中はやろうと思ってるんですね。なんですけども、戦ってるね様子の映像とか写真が撮られたいと思いますので、メディア用として、はい、模擬戦をですね10分ほどちょっと行います。まあまああれやな、手合わせも兼ねてってことやろ。そうですね、はい、これは練習ですので、実際のポイントにはねなりませんが、そういった時間を1個設けたいと思っています。目立ちたい人はここが勝負やな。そうですね、ここでよくねもうやってください。はい、でその後ですね、軍議ですね、これは作戦会議になりますけれども、うん、でこの大将と隊長はですね、この軍議を仕切る権限があります。おう、で最終的にこの作戦をどうするかって決定するのは大将の役割です。わかりました。はい、わかりました。いや、将軍さんじゃないですかね、大将ね、はい、そうですね、ここでいかにね有効な作戦を立てられて、どのようにね攻めるかっていうところを決められるか、うん、これがね大事なわけですね。歴史に残るわけやから、2023の夜打ちは、うん、この戦法で勝ち上がっていっきょったとか、うん、はい、残っていくか刻まれていくからな。そうですね、大将隊長の皆さんは大事な役割になってまいります。そして、軍議が終わりましたら、布陣ですね、うん、実際の配備についていただくんですけれども、今回のフィールドの、様子ですね、若干去年と違います。まず去年が忍者
軍が、勝利しましたね、うん、ですので城は、おそらくねここのお城は忍者にもう取られているわけでございます、うん、はい、ですので今年はですね、忍者側が本丸の上に、陣取りまして、うん、武将側が、西の丸から攻める、このような形となります。はい、でかつですね、お城のバルーンがありましたけども、うん、あちらをですね、まあ武将側のねお城ですから、うん、これは西の丸の方にちょっと移動させていただいております。城はそんな簡単に移動できるのか。そうなんです。このお城はですね非常に優秀な不審をするですね、人がいますので、すぐにね移動してくれましたね。なるほどね。まあなので忍者側のですね本陣は陣幕を本丸のところに貼らせていただくので、はい、そこが、本陣になります。そこはなので山岡さんの大将はですねそこに陣取っていただくという形になりますね。最初は大将はずっと陣幕の中にいなあかんの。いえ、最初だけは、そこにいていただきたいんですけれども、はいはいはい、それ以外は、自由にね作戦で考えていただければ幸いです。はいはいはい、はい、そして武将側ですねこの、城の前の、あたりから、スタートということになるんですけれども、うん、復活場、前回はですね4つ用意していたんですけれども、うん、2つになります。前回使われてなかったところは消えていけるわけ。そうですね、前回使われてなかったので、うん、自分たちがスタートした陣地、そこにね、ライトがねもし、やられた時はそこにまで戻って復活すると、はいはいはい、そのようなねルールに変更させていただきます。相手側の復活場に行ってもあかんってこと。ダメです。はい、自分の陣地に1回戻るということになります、うん。でこのようなね布陣でスタートしていくということになるんですけれども、墓場ですね、うん、今回なんと墓場がすごくリッチです。うん、このお城城バルーンが墓場となりまして、もし、木札3枚全部ですね、取られてしまった場合は、お城のバルーンの中に閉じ込められます。どういうことかな。武将側はどこに布陣するの。城の前にまた陣がある。城の前に、はい、陣があるので、あ、はい、だから両方とも城はないんや。はい、城は墓や。城は墓です。お城は墓です。墓場というか、まあ、牢獄ですかね。牢獄、はい、牢獄になります。牢獄が一番立派やないか。そうです、そうです。なのでやられた方はぜひねこのお城のバルーンの牢獄の中で、ゆったりとね過ごしていただければ幸いでございます。はい、はい、さあ、そんな感じでですね第1ラウンドが始まっていくわけでございますけれども、この時ですね、まあ、一応前回と、ほぼほぼ同じではございますが、おさらいのためにもお話をさせていただきます。肩につけたですねライトがございます。これを、スポンジ剣で叩いて点灯させます。はい、ライトがついてしまった場合、そしたらその人は負けということになりますね。点灯してしまったら、自分のですね持っている木札、これを、つけた人に渡さなきゃいけないということになりますね。うん、ただ待ったって言いながらな。はい、それもですね、今回改善させていただいております。はい、腕とかにねつけられるようにしておりますので、はい、少しは取りやすくねなると思いますので。素晴らしい、ありがとうございます。はい、でこの点、そのね木札をやり取りしてる間は、うん、周りのね人たちは、そこにね攻撃したりとかしないでください。はい、で、ライトがついたらですね、うん、負けた人は、そのつけたまま、自分のね陣地復活場まで戻って、スタッフに消してもらうようにしてください。はい、そうしないと復活ができません。はい、で、まあ、戻ってる間にですね、まあ、声を出したりとか、味方を助けたりとか、敵をね攻撃するとか、そういったのはダメです。ため息はいいやろ。ため息があるさーっていうのは大丈夫ですね。自分のライトをもちろん消すのもいけませんね。はい、でもし木札が全部なくなった場合、うん、その場合は、牢獄としてお城の中にそのラウンドが終了するまで待機していただくということになりますね。あれ墓場に入ったらじゃあ戦況見えへんのちゃうわね。そうですね、見えないと思います。おー、はい、これだけが聞こえてくるんやそこから。そうそうそう、どうなってんやろっていうか。そうです、そうです。あ、でも入ってくるのが仲間か敵かで分かってくる。そうですね、大体どっちが優勢かはそれで分かるかもしれません。はいはいはい、で前回ですね、うん、スポンジの刀、これがバリバリ折れていきましたね。はいはいはい、本来はやっぱり刀折れないように戦うべきなんですよ。そりゃそうやで、ね、なんでもありやんな。そうですよね。なので、今回ですねもし刀を折ってしまった場合1000円。いや、ここはお金取りません。そういうこと。お金は取らないんですけれども、そのただではですね、あげませんよ。指定された、まあ、ミッション、これをクリアしないと補充ができないようにいたします。ほう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 。ちょっとこれはですね、例えば、まあ、当日のお楽しみにしようかなと思ってるんですが、まあ、もしかしたらこう忍者であれば手裏剣をね
しっかりと、当てられないともらえないとか、そういう感じになってくると思います。あ、だからそこでタイムラグが発生してしまうんや。そうなんです、そうなんです。なかなかな、うん、いや逆にそれがやりたいがために刀を折る人も出てくるのも。そうですね、そうですね、はい、刀は大事に、使いましょう、はい。さあ、そして今年も患者システムもちろん用意しております。はいはいはい、ね、前回、まあ、あの患者の人数が多いんじゃないかとかなんかそういう話もありましたけども、うん、まあやっぱりね、あの3人ぐらいはいてもいた方が盛り上がるんじゃないかと思っております。結構戦場において患者っておるからな。いますからね、うん、はい。ということで3人ほど多分おそらく紛れ込むということは形になりますが、はいはいはい、各陣営の中にですね、患者が紛れ込んでいて、仲間の格好をしています。でも実は、向こうのね、敵だっていう人がいるんですね。でこいつを見つけ出して倒さないと、ね、ポイントの高い大将とか隊長とかがね、後ろからスッて仲間だと思ったらね、倒しちゃう、そういうふうなことをやられるわけですね。うん、だからこれはあれやな、自分が戦うのも面白いけど周りの様子もよく見てたら、うん、あいつのあの動きは漢字やぞって分かってしまう可能性もあるわけやから。そうなんです、そうなんです。あいつ武将のくせに武将の大将取りに行こうとしとるぞっていうような気配を感じ取らなあかんねや。はい、そうなんですね。なので、ね、もし、そういった怪しい人がいたら、そんなね、その仲間をお前漢字だろってこうパンって倒していいんですけど、うん、もし間違えちゃった場合ね、患者じゃないのに患者だと思って仲間で同士打ちしてしまった場合はどうも。そうですね、それお手つきになりますので、うん、間違えた人がね、その木札を渡さなきゃいけません。はいはいはい、はい、ということになっております。これは去年と一緒です。で、今回ですね、まあ、前回まで患者は、もし見つかってやられた場合は一発で木札全部渡さなきゃいけないっていうルールだったんですけど、うん、今年はそれはなくなります。1枚だけ渡せばいいです。はいはいはい、仲間同士で一人一人やつらがおったらどっちかは患者やんかで。そうです、そうです。なのでバレます。ほう、その後あいつ患者だってバレた中でその陣地で働かなきゃいけないという。無理やろそれは。それもそれで結構大変です。そうですね、それは無理やろ。まあ前回はね、大将のポイントが高すぎたので何回もチャレンジできると患者がもうすぐね、はいはいはい、あの倒しちゃうってことがあるかなと思ったんです。今年はまあ大将もね、何回も復活できますので患者の方もそのようにさせていただきます。まだフィールドが広いから、はい、こっちの方で気づかれててもこっちの方行ったら全然バレてへんからな。そうですね、いろんなとこ動き回ったりね。はい、だからですね、患者じゃない方は、このね、患者がね、私は誰かっていうのもしっかり密にコミュニケーションを取って、ね、いた場合はどんどん倒していくっていうのが必要ですね。はいはい、はい、で、まあ、この患者を見破るための合言葉、これは今年もね、ございますので、これはまた失敗やろ。そうですね、それははい、分かりやすすぎますけども、患者以外にはまた、別途お伝えさせていただきます。で患者が生き残って、得たポイントはですね、本来の味方の方にポイントとして入ることになります。はい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 、はい、ということでございますので、まあ、そのね、第1ラウンド、やっていきますけれども、うん、終わりましたらね、休憩します。その時にまたもし木札全部なくなっちゃったよって人がいたら、うん、またですね、木札は、3枚まで現地で購入することができます。なくならへん、最初から量産持ってたらいいな、みんながな。そうですね、それもありですし、まあ、それをどうするかは、皆さんにお任せいたします。はい、で勝敗に関わらずですね、今年はですね、攻守は交代いたします。2回戦目は武将側が上、本丸、うん、で、忍者側が西の丸からスタートになります。なるほどね、はい、全くもってフェアや。今回はめちゃめちゃフェアですね。言い訳できひんわ、これ。言い訳できないです。もし、ね、武将隊が、負けたとしても、これは言い訳できない形にフェアにしておりますので、先生堂々と戦っていただければ幸いです。はい。そして、まあ、勝敗がね、最後決まりましたら、最後の合計したポイント数が高いチームが勝ちになります。今回はですね、上限のポイントが最初から、揃ってるわけじゃないんですね。お金を出したチームの方がちょっとポイントが高かったりします。せやな、どっちが出すねやろ。そうです、それもちょっとね、気になりますよね。なのでもしかしたらそのある程度財力が高い人チームが、そのまんまね、いっぱい持ってて勝つ場合もありますけども、はいはい、ただそんなところからごっそり奪って、勝つ場合もありますから。それが戦じゃん。そうなんです、そうなんです。そういった形になりますので、果たしてね、どっちが最初に有利なのか、それすらも最初分かんないだから、はい、スタートいたしますので。わしらは分かんないろ。僕らは分かりますね。
そうそうそう、僕らは楽しませていただきますけれども、はい、ということでね、そして、一人一人ですね、論功交渉で活躍してポイント数が高い、それぞれのね患者とか、まあ武将とか忍者の方がいらっしゃったら、はい、表彰をね別途させていただきます。それぞれ1名。そうですね、はい、それぞれ1名でブービー賞なんかもね、はいはい、ありますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください、はい。そして一つ新しい試み、今年はやってみようかなと思いますが、はい、やっぱ戦が終わったら、うん、勝利の酒を飲みますよね。お、今宵は宴を催そうかなと思っておりまして。怒られるって。いやいや、城ではやりません。あー、どっか別の場所で。どっか別の場所で、はい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 、はい、あの水口岡山城のすぐ下の麓のですね、あの居酒屋を貸し切りましたので。ちょっと待って、忍者と武将が。そうですね、そうですね、こちら申し込みの時点で、うん、このね打ち上げにも参加したいよって方は、それね申し込みしていただいて、ちょっと待って、申し込みの時点で打ち上げに参加できる気持ちかどうかは分からないから。いやいやいや、去年出てる人はあれは絶対飲みたかったと思うんですよ。あの負けても勝っても、そうそうそう、アンケートでも結構ですね、あのみんなで飲んで、はいはいはい、あの時のあれはああだったみたいな話をしたかったっていうのが結構あったんですね。ほうほうほう、やっぱ戦の後のその語り草みたいなのは、あの本当にみんなやっぱりこう武者であれば好きなんだなというふうに思いましたので、そうですよね、これをぜひですねやりたいと思います。なので、まあおそらく9時半から11時とか11時半になってくると思いますので、もしそれ参加されたらぜひともですね、この水口付近であのホテルを予約しておいて。ぜひともで絶対やもん。絶対そうです。帰れへんから。帰れないので、はい、ぜひともねやっといてくださいというね、形の、今回は忍び用地2023という形で。そうやな、はい、宴があるってことは最初の物見とかよ、うん、あのその辺がすごく大事になってくれないか、うん、仲良くなってないままでこの戦が終わって宴に参加する時の気持ちを想像してみてくれ。うわー、絶対嫌ですね。とにかく仲良くなろう。そうですね、早い段階から。その方が酒がうまいと思いますので、早い段階から盛り上げるやつ、目立つやつになっていかへんかったら宴の中でも、あ、いましたっけって言われるから。一番の戦はこの宴かもしれませんね。そうですね、はい、ということでね、10月21日忍び用地、いよいよね、第2回が、開催されます、はい、ぜひとも皆さんぐるってね参戦の方お願いできれば幸いでございます、はい、それでは戦場でお会いいたしましょう。これにてごめん。